ゾラン・ジンジッチは、セルビア・モンテネグロの政治家。ベオグラード市長、セルビア共和国首相を務めた。また、哲学博士でもあった。ジンジッチはユーゴスラビア社会主義連邦共和国、ボサンスキシャマツ出身。ベオグラード大学で哲学を学んだほか、ドイツのフランクフルトに留学。ドイツのコンスタンツ大学で哲学の博士号を取得した。1989年に、 ノびサと大学の教官になるために、ユーゴスラビアに帰国、この場所で民主党を設立した。1993年に当首に就任した。1996年から1997年にかけて、権威主義的な傾向を強めていた、スロボダン・ミロシェビッチ政権に対する大規模な抗議行動が起こった後、ジンジッチは第二次世界大戦後、 初の非共産党系のベオグラード市長となった。性的であったブクドラシコビッチのセルビア再生運動、ベスナペシッチのセルビア市民同盟と連合を組んだが、4ヶ月で連合はが解した。NATO によるセルビアへの空爆が行われているさなか、反体制派のジャーナリスト、スラブコチュルビアが、政教会の復活大祭期間中に殺害され、ジンジッチは避難のため一時モンテネグロへ逃れた。 当時の大統領スロボダン・ミロシェビッチの秘密警察による暗殺対象リストで、ジンジッチの名がスラブコ・チュルビアの次にあったと言われている。1999年、ジンジッチはタイム氏の次世紀の最も重要な政治家としてその名が掲載された。NATO による空爆が続く中、ジンジッチが当時の米国の大統領ビル・クリントンと握手する写真は、 一方からはジンジッチは売国奴だという批判を集め、また他方からはセルビアが国際社会に復帰できる可能性を示したものだと評価された。1999年、ジンジッチはセルビアに帰国後国家の安全を損なったとして逮捕された。ジンジッチはミロシェビッチ政権が崩壊した2000年のユーゴスラビア大統領選挙で大きな役割を果たし、 19党連立による政権の首脳として2001年1月25日、セルビア共和国の首相に就任した。ジン・ジッチはミロシェビッチを旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に引き渡した。後に、ミロシェビッチの裁判が延期され、長引いたことについて、騙された、幻滅した。これは茶番だ。と失望をあらわ,わにした。国際戦犯法廷は、ミロシェビッチが 先導家のごとく振る舞い、法廷をコントロールするのを容認していると語った。ジンジッチは、ビル・クリントン大統領、ジャック・シラク大統領、トニー・ブレア首相などの西側の政治家から大きく信頼され、ジンジッチの政治的立場への支持を明確に表明されている。ジンジッチは、ズベズ・ダン・ヨバノビッチによって2003年3月12日、首都のベオグラードにて暗殺された。 胸部への銃撃で心臓を損傷し、死亡したものとみられる。人ジジッ地は病院に運ばれたが、死亡が発表された。官房長官であったナターシャ・ミチッチによって即時非常、事態宣言が発令された。民主党の公認党首には、ゾラン・ジブコビッチが選出された。ぜえ、ぜえ、ぜえぜえ。 誰かが私を消し去ることによって法の執行を阻止できると考えるならば彼らは大きな誤解をしている。なぜなら私は体制そのものではないからだ。政治家の一人や二人殺したところで体制は機能し続けるし彼らの罪を消してしまうことなどできないのだ。21-2003-24-2003パリティカ氏グラスホフナステ氏ありがとうございます。